皆さんこんにちは、エナです。今日は浴衣姿で花火大会に来てます。めっちゃ久しぶりの花火大会です。最後に行ったのが2019年、コロナ前に行ったからめちゃめちゃワクワクしてます。それではまずはちょっと屋台で美味しいものを食べて、そこから花火大会を見たいと思います。行きましょう。ちなみにどこですか、場所は。ここは東海市の花火大会です。愛知県で結構でかい花火大会になってて、高野地元だからここに来てます。めっちゃ人が多い。すごいね本当に。ここにこう山があるんだけど、その山の上にこうバーンって人、見てくださいこの人の量、もうやばい。とりあえず今からは食べて飲んで食べて飲んで食べて飲んで花火。ちなみに屋台が今ずらっとこう並んでるんだけど、あ、人もざらっと並んでるんだけど、人が大量に並んでおりますね。人の数の割に屋台が少なすぎると思うよ。始まりました。始まった。もう時間なの。これの夏祭りです。めっちゃ綺麗。キュウリ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 、あんまり人が並んでないし、キュウリが大好きだし、この暑さの中でちょうどいいよ。キュウリ食べよう。1本目キュウリです。これね、この上ともう一個下の。え、どれがいいの。どれでもいい。塩かけすぎちゃいます。かけすぎだ。真っ白になってるよ。見てこれ、これもさ真っ白になってるよ。塩かけすぎましたね。はい、かけすぎました。いただきます。花火やってるよ。めっちゃ全く見えないよ。誰がキュウリを買いたいと言いました。私です。あれ、またレナの社長の足が止まりました。止まりました。卵せんべい、ここの地域の人しか知らないかもしれないけど、たません。花火見なくて大丈夫です。見たい。このめっちゃ木が邪魔。木の向こうに花火が上がってます。聞こえるけど見えない。音だけ楽しめばいいかな。ノー。うわすごい。見たいな。何も見えんかった。見たいな。食べたいけど見たいな。チーズ明太たませんください。たませんね。はい、たません。喋りたいけど後ろにめっちゃうるさい。タマセンゲットしました。タマセンこれですよ。卵をせんべいで包んで、はい、チーズと明太子味にしました。これはこの地域のザ祭り屋台飯。シンプルだけどめちゃくちゃうまいんだよね。だから美味しいよ。食感がめちゃめちゃいい、このパリパリ感。ぜひね、このエリア来た人はね、食べてほしいね、たません。もう子供から大人まで誰でも好きだよ、これ。みたらし団子があるよ、ここ。まださ、手に持ってないの。持ってるよ、次の後半。でもみたらし団子があるよ。すごい嗅覚だね、うん、もう社長が止まりません。社長が覗きに。すごい外国人だね。何よ。面白いね。もうジラジラと見てるだけだよ。あ、食べ終わった。ごめん、食べちゃった。俺に触れることなく食べ終わった。なんか文句言ってます。どうしました。花火見えてませんよ、全く。レナ社長が食べたい食べたい、うるさいからね。いやでも花火見たいよ。美味しそう。美味しそう。うまそうやね。この御平餅はこの地域の食べ物だよ。岐阜県かな。岐阜、三重、長野、山と森が多い。あ、そうなんだね。中部エリアです。みたらし団子とはちょっと違うからね。そう、うん、美味しい。めちゃめちゃ早い食べるの、この人。30秒ぐらいで全部食べました。早く食べないと花火が見れないから。レナ見て、後ろのマンションのガラスで映ってる。リフレクションで本物を見たい。どうしました、レナちゃん。なんか言ってますけど、ブツ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 。唐揚げがありました。あ、唐揚げ。唐揚げがあって、今並んでないから顔ちゃん。直前まで花火が見たいよって文句言ってなかった。花火が見たいよ。食べたいか花火見たいか、どっちですか。食べたいの方が大きい、はい、じゃあ唐揚げ食べましょうか。はい、あ、唐揚げ来ました。はい、らしい。ハッピーください。美味しそう。さっきから食べっぱなしですね、社長さん。だからゆっくりするとお腹いっぱいになっちゃうから、バンバン早く食べないと全部の屋台飯は食べれない。あ、全部食べようとしてんの。すごいね。これさ、何十軒あると思う、これ。こっちと、あ、見える。 No、 見えない。見えない。ちょっと見える。あ、端っこ上がちょろっとだけ見える。木が全部邪魔してる。ちょっと黙ったなと思ったら、もう早速食べ始めてます。食べながら花火が見えるから、リナが
シャダップする。すごいね。さすがに1個ちょうだいね。わかんない、あのこれに花火に集中してるから。あ、無意識のうちにパクパク。すごいね。気をつけた方がいいよ。こんな感じで見えます。上の半分ぐらいは見える、はい、ね。あ、綺麗。高いの上がった。めっちゃ綺麗じゃない。めちゃくちゃ綺麗に見えたね。ということで、からえなくなっちゃった。予想通りなくなりました。あのみかん、あのかまだ食べ物のこと喋ってるこの人。氷みかんといちご飴とかき氷が食べたい。どんだけ食べるの。あと焼きそばも食べてない。タカがキュウリが食べたいって言ってるから。あ、そうそう、俺キュウリ食べたい。買ってくれるの。いや、買ってくれる。ありがとう。今日1食目です。キュウリです。すごいね、今なんか連発してたね。ババババババーンって。タカのキュウリを買ってあげる間にはタカのせい。俺が怒られてます。ということで、レナが食べてます。それ俺のじゃないの。すごい怖くなってきたんだけど。これがあと60年続くと思うと興味です。いちご飴欲しくない。いちご飴ダブルください。1つでよかった。いちご飴のダブルにしてあげたよ。タカが1個食べれるように。いや俺大丈夫、いらない。じゃあよかった、2個食べれる。最初から2個食べようとしてたよね。俺いらないこと知っててダブル買ったね。メイビー。恐ろしい女です。はい、20秒でなくなりました。見たい見たい。2個行こう行こう行こう。 Go go go。 トン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 。見えない。あ、見えない。やばい、スターマインになってるけど何も見えんかった。見たい。あー綺麗。お、見えるよ。めっちゃ綺麗。かすかに見えますね。ね、飲み物見つけました。はい、ビールを買いたいです。あー、ダメです。あら、買ってくれました、ビール。ありがとうございます。これはタカのもの。これ何？これが私のもの。お、グビグビいきますね。あー、息飲みしようかなと一瞬だけ思ったよ。やっぱり暑い中、日本のビールは最高ですか。本当にこの花火を見ながら、美味しいものを食べながら、それは生ビール飲みたくなりますよね。たこ焼き。あれ、また食べるの。見てこのたこ焼き、めっちゃ美味しそうだよ。さっきさ、イチゴで終わったんじゃないの。大たこ焼き、めちゃめちゃビッグなたこ焼き。まだ食べるそうです、この社長。どうしたんですか。なんか全然進んでないから、すごい時間の無駄な気がするよ。社長ブチ切れ中です。うん、やめる。諦めた。諦めました、たこ焼き。横のいちごかき氷みたいなのも食べたい。すごいね、横にすぐ見つけるんだね。で、その次にチューロスが食べたい。恐ろしい。ということで、かき氷、いちごかき氷ゲット。ほう、待ちきれてないやん。うん、おいしい。行儀が悪い社長ですね。お好みを見つけた。私手空いてないけど。もう持つ場所ありませんよ。持つ場所ありません。だけどお好み焼きが欲しいと。欲しい、買って。どうした。花火みたい。花火の音が今連発してる、ね、そうだよ、めちゃめちゃ綺麗に聞こえる。何も見えない。怖った目。残念。場所移動です。場所移動です。あ、綺麗、めちゃくちゃ綺麗に見える場所を見つけた。綺麗、幸せ。めちゃくちゃ綺麗に見える。よかったね、ようやく見えましたね。私の映画を見て。あの今ちょうど花火の時間半分過ぎましたので、まだ30分残ってる。じゃあちょっと見て、でもちょっと食べる。まだ食べようとしてる。まだ食べようとしてるこの人。あのこれまず食べよう。ああ、かき氷と今お好み焼きかな、買ってきました。はい。かき氷うまそうだね。うん、めっちゃ美味しいよ。甘いし。冷たいし、いちごの味らしい。人は味付け会社と同担です。めちゃめちゃ一発一発がでかいね。でかいよ、めっちゃ綺麗。続いてはお好み焼きです。めっちゃ美味しそうだよ、これ。めっちゃ美味しそう。卵も乗っててね。美味しい、最高。これよ、やば。分かってますね、社長。美味しい味分かってますね。今日何食食べたんだろう。
もう覚えてないけど、だいぶ食べてると思いますよ。社長、夏バテっていう言葉知ってる？知らない。夏バテしなそうだね。夏バテ知らずですか？そう、私の体はそういうのを知らない。あら、さっぱり綺麗に美味しかった。食べました。さすがにお腹いっぱいになりましたか？いや、チュロス食べたい。まだ。あとはチョコバナナ。チュロスとチョコバナナ、デザートかな。すごいね。すごいね。めっちゃ綺麗。わー、めっちゃ綺麗。わー、めっちゃ綺麗。めっちゃ感動するよ。すごいっすね。ドイツにもさ、花火大会年に1回ぐらいあるの。お正月、うん、ニューイヤーにしかない。正月花火、お正月花火しかない、残念なく。もうすぐラストなんで、もっと見ます。10分ぐらいはずっとここで立ちっぱなしで見れたのがめっちゃ感動。よかったね。よかった。さすがにご飯だけで終わらなくてよかったね。そうだよ、そうだよ。でももうちょっと食べれるよね。あ、そうなんですか。レナ社長が歩き始めました。チョコバナナです。あ、チョコバナナ、めっちゃ綺麗。チョコバナナね。これ、これにしよう。可愛らしいチョコバナナゲット。チョコバナナってうまいよね。やっぱりチョコバナナ最高だよ。皆さんはチョコバナナ好きですか？嫌いな人いないよ、日本人で。いるかな。あの、私チョコバナナ嫌いですっていう人がいましたらコメントで教えてください。ここの屋台の数すごくない？いや、すごい、こっちにザーッとあるでしょ。この道もザーッとあるよ。ここにカーブにあって、こっちもあるよ。で、あっちになんか広場みたいなのもあって何百個、多分何百軒って出てる屋台が、ね、すごくない？いや、さすが日本だよ。そんなに見たことないよ、あんなでかい花火大会。なんかさすが、おう、えあれ、ボーナスボーナス一発あったね。 さっき1個いかなかったかな。ラムネ買いましたね、社長さん。ラムネ買った。開け方わかります？わかるけど上手ではない。気をつけてね、出てくるから。絶対に失敗するよ。失敗する気がします。私も力が入らない。全く残念、飲めません。いけません。残念。地面でやります。いや、そう思う。はい。いけた。はい、飲みましょう。焦って飲んで、ゴホゴホゴホなってますよ。炭酸が多かった。めっちゃ美味しい。ザ日本夏祭りだよ、これ。確かにな。ラムネと言ったら夏祭りだな。最高。チュロス。なになになに？チュロス、チュロス、チュロス。チュロス。チュロス。600円。600円ください。まだ食おうとしてるわ。Yes. ピヨン、ピヨン、見て。見て、このチュロス。めっちゃ長いよ。これぐらい。こんな長いチュロス。50センチぐらいある。シナモン味。最高。これは果たして何食目なのでしょうか。もう俺も覚えてないわ。考えてみる。もう10ぐらいいった。何を食べた。タマセン、いちご飴、いちごのかき氷、お好み焼きと、間に何を食べた。きゅうり2本。あと何食べたのね。まあ少なくとも6個、7個。意外と食べてないのかな。それか忘れてるだけかもしれない。あ、そう、学校かもしれない。花火大会が終わってもこの人の量です。でももう誰も並んでないから、今はまたたくさん食べるチャンスだよ。まだ食べようとしてますが、あのリンゴ飴とか。もう私は先に帰ります。あのベビーカステラはめっちゃ並んでるよ。まだ喋ってるこの人。もう俺先に帰るね、一人で食べてて。だから一種類全部一回食べるという約束じゃなかった？あ、そんな約束してたね。ということでラスト、塩多め、塩多めのキュウリです。とうとう日本の親父になりました。おいしい、最高。締めがキュウリってもうさ、おっさんやんね。うん、食べて。うまっ。
塩分多めでうまい。そう、バカがグツグツと文句言ってるよ。ブツブツね。グツグツは熱いよ。グツグツと煮えたぎるとかさ、ね、ブツブツとグツグツは違うから気をつけて。はいはい、タカがグツグツと文句言ってるけど、レナがさ塩かけすぎてさ、さすがに辛かった。食べ終わりました。ごちそうさまでした。あ、もう終わりですか？納めですか？まだめっちゃあるけどね。そう、まだこっちに多分まだこっから100軒ぐらいある。だからあれば食べるけど、とりあえず10品食べて、飲み物10品ぐらい食べたね。抜いて10品だったすごい。ほぼレナは食べたけどね。お腹よく全部半分ずつ食べましたよ。どうでしたか日本の花火？もう本当に久々の花火大会だったね。でもめちゃめちゃすごかった。感動しました。もっと見たかったけどね。最後の10分しか見てないよ。これ10分あったのに1時間食べて10分見て、バランスおかしい。バランスが良くない。皆さんが夏祭りに行く場合は何を食べますか？一番好きな屋台飯が何ですか？教えてください、コメントで。私は本当に今日めちゃめちゃ楽しめて感動しました。日本は最高です。それではこの動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。